Well, showing off just to have a chance of maybe surfing some great conditions here today. We'll tell you what, it's today, the one run, you get the first, you get the first, and that's the one that's the matter. Going to play a half again. そうか、出会うよね、そんな感じだよね。そんな感じです。今の世界ですよね。超久しぶりに今日はやるんですけど、今回のゲスト、私がずっと憧れてきたプロサーファー田中秀吉です。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、一回じゃああれいいですか、ここで切んない方がいい。そのまま行って、そのまま行って、なんか照れるね。照れますよね、なんか今のね。いや、先輩、憧れの先輩なんで。やめてよ。じゃあもう照れてください。いやいや、憧れの先輩とか言わないで。どうですか秀吉くん、はい、秀吉くんの地元一宮。いや、今日は最高の日でしょうね。こんな天気良くてオフショアで波もあって、やっぱ持ってるよノブは。持ってますか。うん、そんなヒデさんに言われると嬉しいけどね。いや、ノブとの撮影本当楽しみにしてたから、こういうカチカチですよ、もういい日になって俺は嬉しいですね。ああ、そう言ってもらえて嬉しいです、うん、こっちも。やっぱノブだから、うん、ノブですか。そのノブってノブだよ。どういうことですかそれ。いや、ノブって言ったらやっぱり、はい、サーフィン上手くてボックスも良くてみんなからこう親しまれてて。そんなことないですよ。それこそみんなの憧れのノブじゃない。どうしたんですか。あれ、ヒデさん、うん、大丈夫ですか。大丈夫ですか。そんなことないです、はい、いや、でも今日は秀吉くんのこの、まあ本当小さい時からね、この海で、はい、サーフィンを覚えてね、で、まあ自分もちょっと選手としてはちょっと落ち着いちゃってるんで、うんうんうん、まあ今現役の、まあ何ですか、選手としてもやってる秀吉くんだから思うこともたくさんあると思うし、まあサーフィンっていうものに対してもね、うん、なんかこう大切にしてることもあると思うんで、まあちょっとずつ質問させていただきたいな。もちろんです。いや、嬉しいですよ、ノブのインタビューやっと来たよ、はい、いつかは来るんじゃないかなってちょっと思ってましたよ。そうっすね、はい、いや、まずはちょっとヒデさんに、まあ今だから聞けること、はい、まあ、自分が聞きたいこと、うん、まあ、個人的なとこもあるんで、そこはちょっと秀吉さんにね、はい、質問していきたいと思います。やりましょう、やりましょう。ちょっと秀さん、はい、もう一発目なんですけど、ええ、出会った時というか、おお、はい、語っていいの、覚えてますか。もう覚えてるよ。まあ、秀吉くんと初めて会話を交わした、会話をしたのかは明確に覚えてないけど、ノブを初めて見たのは、はい、オーストラリアだったんですよ。おそう、オーストラリアのプロジュニアっていう、はい、オーストラリアの20歳以下だったっけね、20歳以下ですね、がの選手たちがみんな出る大会があって、はいはい、すごいトップ選手ばっかり集まってる、うん、もうみんなが知ってるような、それこそ、ね、マット・ウィルキンソンだったりオーウェン・ライトだったりジュリアンだったり、うん、もうそういう選手がみんな出てる試合、うん、プロジュニアがあって、そこのマンリーで行われた大会で、そうなんですよ、まあ俺は一回戦負けしたんですよ。そしたらまだ勝ってる日本人いる。え、誰みたいな。大沢信之って名前、え、俺初めて聞いたと思って、でしかも本当にプロジュニアで一回勝つだけでもしんどいじゃん。そうなんですよ、当時はね、そうめちゃくちゃしんどかったんですよ、ね、みんなうまいじゃん、はい、みんなうまい中でトップに行くっていうのはめちゃくちゃハードで、そんな中でこの大沢ノブが5位に優勝したの。ありがとうございます。あれはね、驚いたよね。あれだったんですよ、うん、デビュー戦だったんですよね。え、そうなんです。で俺だって知らないんだよ、大沢ノブって誰ってなってて。ですよね。そうで、俺もそう思ってたんですよ。やっぱ自分はもうすでに名前、うん、そうあったし、もうすでにプロの試合優勝してたから、やっぱその悔しさもあったわけですよ。いきなり引っ張ってきた日本人にこう先行かれちゃうっていう。でもなんかすごいそこまで勝ったっていうところで、なんか
持ってるやつなんだろうなっていうのはもうその時思ってて、ああそうで確かね負けた日とマンオンマンだったよね。負けた日とマンオンマン、マンオンマンでプライオリティルール分かんなかったんだよね。そうと、あのプライオリティルールをまだ経験してない段階だったんだよ、うん、俺だからインターフェアして負けちゃって、別にサーフィンで負けたわけじゃなかったんだよ。そうなんだ、よく覚えてるっすね。いやすげえ覚えてるの。さすが、うわプライオリティ分かんなかったんだあいつとか思って。 それが出会いだな。おさで話したっけ、なんか話した。いや俺が、うん、秀吉くんと初めて会話交わした時は、うん、マンリーでのその大会で自分とあとホストファミリーのお母さんが会場に来てたんですよ。あなんかいたかも、うん、自分のコール、名前のコールがなんか王子が読むとあの信焼きをおしゃおしゃわみたいな感じで言うからそのお母さんが違うって言ってリーチマーシャルにちゃんと名前言えみたいな感じで言いに行った時に、秀吉くんがあのマンリーのアロハってショップのにオーナーさん、あ、じゃあ、うん、店長さんですか。日本人、日本人のカズさん。あ、カズさんね、うん、とビーチの真ん前の草むらで座ってて、それで初めてたまたま会ったんです、うん、そこでまあ俺が挨拶して、うん、あの勝ってんじゃんみたいな感じでマジで言えそうだね言われて、うんうん、そう、それが最初秀吉くんと会った瞬間だったんですけど、それはまあもちろん知ってましたよ。秀吉くんはもちろん夢だったんで、うん、あの田中秀吉選手だみたいな、やべえ会っちゃったみたいな思ってる。いや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 、そうそう、そっか。でもなんか俺も喋った記憶がある、うん、あるのはその時だったか忘れたけど、すで、うん、にあの年で多分まだ17歳とか16歳だったよね。そうそう、もうバイトしてるとかドカタやってきたとかっていうのをなんか本ノブから聞いて、はいはい、それでお金貯めてきたみたいな、うんうん、いやすげえガッツあるわと思って、その根性すごいんだろうなっていうのはすごい思ってた。いやいやいや、自分もあの秀吉くん会った時にもうすでにノートと鉛筆持ってたんですよ。俺が？そう。え？そのカズさんと、うん、まあ座ってる時に、うん、まあ挨拶してなんか持ってるなと思った時にノートと鉛筆持って、うん、多分試合のこととか、うん、英語とかその勉強してるみたいなことを教えてくれたんです。あ、俺が？はい。へえ。で、俺も勉強しようと思ってたんですけど、あの学習能力なかったんで、あのそれ見て、あっと思って、なんかやってるみたいな。それちょっと真似したりとかして。あ、本当。そうそう。まあそれがその頃がだいたいあった時期ですよね。そうかそうか。16、7、8ぐらいその間ですよね。まあ確かに、うん、なんか最近家の片付けしてたんだけど。たくさんノートとか、うんうん、なんかいろいろ書いてあるのがいっぱい出てきて、試合のことだったり英語だったり、うんうんうん、でもほらコーチングとかやってるけど、はい、選手たちにもすごい言ってて、紙に書くことの大切さとか。それ見たいな、めちゃくちゃ。字汚くて見せれない。いや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 あきっかけですね、はい、サーフィンを始めたきっかけ、まあ、この海きっかけ、はい、タイトーっていうポイントがあるんですけど、はい、一番この九十九里の南、はい、南、一番南ですね、タイトーポイント、はい、にうちの父親が会社とクラブハウスを経営してて、はい、でそこのクラブハウスによく遊びに行ってて、そこに高校生のお兄さんたちがサーフィンいっぱいしに来てて、でそのお兄さんたちと遊んでる流れで、まあ、海にいつもいて、 ある日、まあ、自然の流れでちょっと乗ってみるかみたいな感じで、確か父親だったかな、父親かおじさんかにこのせられて始めたのがきっかけで、でも一本目から立てて、そのうねりのこう押してもらったうねりで立てるじゃん、子供だからロングボードで、で、あれでねバーって乗って気持ちいいなって思って好きになっちゃって始めました。え、その当時は秀吉くんは何歳だったんですか？9歳です。9歳で、まあ、夏とかでこう海遊びしようみたいな。あ、そう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 。サーフィンを始めた日に、なんかこう波乗りってあこんなんなんだみたいな、その心境というか、はい、いろいろスポーツやってきたんですけど、サッカーとか空手とか、うん、はいはいはい、まあ、すごい運動神経良くて、うん、サーフィンは波乗った時にめちゃくちゃ気持ちいいなと思ったの。うわーって、なんていうのかな、
このなんか動いてるものに乗ってる感覚、うん、でやっぱ子供だからさ軽いじゃん、うんうん、うねりでポンってやれば最後までのピューってあと立ってればずっと乗れて、うんうんうん、やっぱサーフィンってさちょっと抵抗してスープライドだとそんなまだ楽しさって分かんないじゃん。そうですね、うねりから乗って長く乗れた時に体感できるわけじゃないですか、うんうんうん、それを多分1本目から行けちゃったの子供だから、はいはい、それで知っちゃったんですよ。サーフィンって振り返るとやっぱそこが始まりじゃないですか。その感覚ってすごくいつまでも残ってると思うんですよ。残ってるね、まだにね、まあ、未だにやってると思うんで、うん、でもさ、はい、やっぱこうプロとかになって選手とかになってきて、うん、サーフィン自体がその遊びではなくて練習ってなってくるとそういう感覚薄れてきたりしませんか？そうっすね。ね、結構なんかさ一年中こう追われてるような気持ちに自分と戦ってるようなね安らげないですよねなかなか、うん、だからねそういう気持ちをこう思い出してサーフィンするっていうのも大事ですよね。いやめちゃくちゃ大事だと思う。ね、そうそう、こうやってやってたから暗かったんじゃない？いや変わんないです。変わんない。でも、はい、なんかこっちの方がいい気がするんだよな。まあいいか。でいつもこっちだもんね客がね。そうなんです、うん、世界見据えたのは、はい、いやもう子供だったっすね。ほんと小学生高学年ぐらいからもうその世界のサーファーを目指してたから、それこそアンディ・アイアンズとかクリス・ワードが大好きだったんで、うわ鳥肌だった、まあ、彼らみたいになサーファーなりたいなとかっていうのはもう思ってたっす。うん、なんかあれですもんね、一宮とかでも昔 ASP の世界大会もあったっすよね。小学生あった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 ね、トラミで、うん、まだトラミビーチが車入る時代ですよね。はいはいはい、はい、あったっすね、ま、丸いプロやって、うん、もうそこでもアンディを見たし、うん、まあ小学校、まあ高学年ぐらいの時期にやっぱその世界のサーファーをその子供の頃に見た時がやっぱ衝撃だったんですか？まあその試合とか見て、なんかね、俺はサーフィンを上手い下手とかってあんまり見てなくて、うん、自分がかっこいいなとかこういうサーフィンしたいとかその好き嫌いまでは言わないけど好きで選んでるんですね、うん、見るサーファーを、はい、でアンディ・アイアンズのスタイル見た時にすごい芸術的だなと思ったんです子供ながらに、うん、こんな柔らかくて綺麗なサーフィンしてみたいな。でもクリス・アードみたいになんだろう、そんなスタイル綺麗じゃないけどすごいワイルドにも表現できるサーファーも魅力的だなと思ってて、なんかそれをもう子供の時から思っててスタイルにはすごい気を使ってたんですよ。好きなサーファーみたいになりたい。だから彼でそのサーファーたちが世界のもうトップだったから世界のサーファーになりたいって思ったんじゃないかな。はい、じゃあもうその時からやっぱ世界を見てたっていうのは、はい、まあ当時からしたらめちゃくちゃ早い段階で、まあ、見据えてたんだろうなと思うんですよ、ええ、まあ、子供も言っても多かったけどまだ湘南とかなんか全然自分たちとかしかいなかったし、もうやっぱそういうやっぱ気づきっていうか、まあ、こういう選手になりたいとか、まあ、こういうスタイルを取得したいとか、今若い子たちもそうだと思うんですけど、やっぱそうやって上手いサーフを見るっていうのは本当に大事ですよね。多分もちろん大事じゃないですか。ああやっぱサーフィンってイメージだと思うんで、うん、やっぱそのサーフィンの映像を見て、うん、イメージを作って練習するっていうのは、まあ、子供の時は本能的にやってましたよね。ああ僕らの時代ってもちろんサーファーのコーチとかいなかったし、いなかったですね、みんな自分で研究してやるっていうのが当たり前だから、うん、なんか独自のその感性というか、なんかそういう、うん、なんだろう、見たものを取り入れるみたいなね。そう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 、うん、いやそれってすごい大事だと思うんですよ俺も。はい、未だにそれって大事じゃないですか。絶対そうですよね。まあ自分としてはですよ、秀吉君は世界を見てたと思うし、自分も好きな選手はいたんですけど、田中秀吉ってもうその時点で俺からしたらすでに知ってて雲の上の存在だったんで、自分がだから子供の時に見た同世代のスーパースター田中秀吉、
なんかやべえ、ここで一緒に話してる、こんなこと。やめてよ。やばいよ、こうちゃん。大げさなんだもん、ノブ。大げさ。動画用にさ、そんな大げさにしないで、ほんとに。いや、そんなことないですよ。本心です。じゃあ、ありがとうございます。はい。ワールドジュニア。もう懐かしいワールドジュニアの、マンオマン。あ、はいはいはい。やりましたね。やりましたよね。やりましたね。覚えてますか？覚えてる覚えてる。そう、あの時、うん、秀吉くんとまさかマンオンマンでやるとはっていう、まあ自分の中では想像もしてなかったんですけど、はい、あのヒート結構あれでしたよね。日本人対決でヒデさんバチバチになんかこうオーラ放ってたのを覚えてるんですけど、いやーやっぱりあの年に、はい、自分はグランチャンピオン取って、で QS も千葉で行われたあの WQS3 スター、はい、今で3000グレードかな、うん、もうやっぱプロジュニアと W 優勝とかしたりしててしてたっすね。やっぱりね、同じ日本人には負けられないっていうプライドがすごかったんですよ。ああ、触りましたよ、うん、だいぶ。もうだから背負ってたよ、そういうのは。うん、そういうのはすごく背負ってた。はいはい。でもなんか背負いすぎてて疲れてた。すでに背負いすぎてたよ本当に。いやでもね、うん、俺はすごく光栄だったというか、はい、あの時期にグランドチャンピオンになってたんですか。あの年だね。あの年になってグラチャンになってのワールドジュニアだから最強じゃないですか。そう、負けらんないっていうのはやっぱあったよ。けど俺は国内の試合の事情を知らなかったんで、うん、だからなんかこの田中秀吉っていうサーファー、すごいサーファーと2人で海の中に入って試合をするってことがすっごい熱いことで、まさかこんな時が来たんだなっていう、この自分に褒めたいというか逆に。いや、だからそうやって思ってもらえたのはすごく嬉しい。そうだけど、ノブはそういう気持ちを持ってやってくれたかもしれないけど、俺はそういう新鮮な気持ちとかピュアなナチュラルな気持ちとかも感じられないぐらい、うん、このなんか何かを背負ってた気がする。いや、だからあまり、うん、楽しかったかって言われたら、そういう記憶ないんだよね。あ、そうし、結構その仕事っていうなんかやらないといけない、やらなければならないことみたいなのが強かった気がしますね。いや、それはね、うん、俺は一緒にヒートをして一番思った時は最後の多分5分切ったぐらいの時の秀吉くんのマークが自分の前に来たんですよ、うん、自分の前に来た時にゼッケンレッドでビラボンこうボーンとかあって、その背中がでかすぎてクソみたいな、どうやったらここから打破してこの人を任せんだみたいな、もうとにかく これはもう自分にとってはビッグチャンスじゃないですか。田中秀吉が目の前に、でも今とてつもなく不利な状況に侵されてみたいな。いやもうあのね背中のデカさをね痛感させられたヒットだったんで。本当。でもやっぱそういう風に聞くと試合ってすごくなんかこう深いですよね。それぞれの思いとか、うん、なんかそういうのを背負ってやってたっていうのはなんか秀吉くんらしいなというか。おお、はい、はい、いやいや、俺はなんかそんなとこ好きなんですよ、うん、ああ、本当ですか。そういう田中秀吉と共にできたことが悲願だったんで、はい、いや、なんかそうやって言ってもらえると、はい、今ちょっとこう、はい、肩の荷が下りると言いますか。でもなんか本来の、うん、やっぱりいい状態、はい、っていうのはやっぱそのノブみたいな精神状態というか、もっとこう試合を全身で楽しめるとかね、こうワクワクした気持ちで挑みたいっていうのはやっぱ本心ではあるから、うん、うん、やっぱそういう気持ちもちゃんとに持って試合をしたいですよね、うん、もう今まさになんか秀吉くんの第2章を見せてもらってるような。いや、選手としても貫禄というか、その経験してきた背景が見えるというか、でもなんかそこにすごい昔と違って田中秀吉っていうサーファーが
そこに現れてるような本当ですか気がするんですよ。いや自分のことをあんまりこう客観視できないじゃないですか。だからこうなんかこうやって言ってもらえると自己確認できてるみたいで、なんかありがたいですけど、我々大沢家もそうですけど、田中秀吉応援団いっぱいいますから。マジですか。はい、本当に勝ち負けは大事ですけど、我々からしたら勝つ負けるっていうよりかはそこに挑んでるっていうことがなんかすげえかっこいいなというか、同世代の選手はねそういう姿勢で試合に臨んでるっていうのはすごく励みになるっていうか。逆になんで今この試合は出ないんですか。いやそれはもう秀吉さんにもあれですよ、ね、叫んだよいやノブいいサーミーしてるじゃん。なんで出ないのかなと思って。それはあの自分のことはいいので、これ雑談ここで切りますけど、はい、雑談でいいですか。はい、いいですよ。雑談じゃなくてメインで行きたいんですけど本当は。なんすか。あの切らないでもらっていいですか。はい、ます、はい、いやあの、これも今終わったんであれですけど、実際あの俺海外に戻ってこようと思って、別に QS 辞めて JPSA でまた試合をやろうっていう考えじゃなくてもよかったわけじゃないですか。その海外を要はまあ挫折っていう形になっちゃうのかもしれないですけど、何らかの形で目標は続いてるんだけど、まあ JPSA のプロのこの国内ツアーになぜあえて参戦しようって決意を持てたのはやっぱり田中秀吉だったんですよ。あの人を絶対に任す、ね、はい、それが悲願っていう。怖い、ね、怖いわ怖いわ、そうしてるね、はい、それがこれ流すか分かんないけど、うん、茨城の自分が優勝した、うん、30歳の時に優勝した5年前か試合のマンオンマンの時が重なる絵になったんですよ。あ、茨城優勝したんだっけ。これで優勝したんです。え、どこだっけ。お笑い5年前。秀吉君とマンオンマンやってるんですよ。やった？やったじゃないですか。めっちゃ遅いじゃない？だから5年前セミファイナルかなんかですよ。ここまで勝ってった俺。もちろん勝ってます。いやでも記憶がこれね、これ入れなくてよかった。ごめん。記憶に飛んじゃった。ブレーキに負けたの俺。あ、都合の悪いとか。いや俺一回負けてないと思ってた。いや勝ってますから。ごめん。勝ってますから。あ、じゃあ活性したってこと？あの時に、うんうん、マンオマンでの試合は、うん、あれがその時だ。これ一番言いたかったやつだ本人ちょっと待ってめちゃくちゃ言いたかったの。ごめん、だお、ノブが言ってた2番誰。川俣海斗が2番。はい、あの時俺マンオマンで行った。いやもちろん。あ、もしかして俺ケントとやったやつじゃない。俺がセミファイナル、あ、クォーターファイナルぐらい。あ、そうですあの時ノブとやって俺負けたんだ。そうです。俺は記憶がなくなっちゃったの。そこ大事っすから。ごめんマジでケントに勝ったの次誰に負けたんだっけなんてずっと思ってたの。あ、マジっすかひどいねお前。いや俺ねめちゃくちゃ言いたかったの俺がねこんだけの長い時間をかけて、うん、秀吉君とのマンオンマンを挑んだのが30歳そうだったんだ。だから10年越しぐらいなんじゃねえかみたいな。でもそっか、ノブが優勝してくれてよかった。そうだね。だからそこまで秀吉君を追い求めてきたんですよ。それでじゃあ最近試合出ないんだ。勝ち逃げだ。そういう意味じゃない。これ使って勝ち逃げしてるやついるよ。ちゃでもねそれはねすごいエネルギーになったんで、はい、あ、ね、じゃあおめでとうございました。いや、ありがとうございましたおめでとうございました。そうか、やりました。俺本当に純粋にノブが優勝した忘れてやってた。そうなんですよ。そっか、それぐらい田中秀吉を追っかけてきた男、日本で一番追っかけてきた男です。怖えな怖えな。ちなみに、はい、日本に来た時に誰一人勝ちたいとかなかったんです、うん、誰こう目標ってなかったんです。 JPSA のチャンピオンはまあ一回取りましたけど、それが目的じゃない。この期間でやってきたのは田中秀吉をマンオンマンで任すこれが俺の悲願だって、はい、そうだったんだ。そうっす。うわ、なんかそこまで熱い思いを持ってやってくれてたんだったら。そうなんですよ。だからなんか知らなかった。しっかり見てきたんですよ私は。まあ一応後輩なんで。そうか、
そういう関係性は一方的ですけど、すごく俺は大事にしてきた。でも田中秀吉っていう日本の選手が世界にいた、あの田中秀吉が JPSA に出てるから俺は JPSA のツアーに参戦したんです。もうそれだけです。なるほど、はい、やっと言えたわ。よかった、負けましたあの時は。よっしゃーよっしゃちゃんとか、ちゃんとに、ちゃんと認めます。すいません。